師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。任務開始。さくら、しずねが情報部へ行けるように安全を確保しろ。了解しました。そう、こんな目に遭わされて黙ってなんていられない。こんなことをしてただで帰れると思うんじゃないわよ。そう、こんな目に遭わされて黙ってなんていられない。仲間を見捨てない。絶対にみんな救ってみせる。一旦若く勝負。はい。緊急事態だ。寄せどもが出現した。そんな、口寄せの術者はジライア様が倒したはずでは。だが現に敵は現れている。至急状況を確認し報告しろ。しておいて、ただで帰れると思うんじゃないわよ。大したやつだ。私が見込んだだけはある。出てこい、明石。私と勝負しよう。飛べ。こんなことをしておいてただで帰れると思うんじゃないわよ。飛べ。出てこい、赤月。私と勝負しよう。そう、この目に合わされて黙ってなんていられない。救援に来ました。なおかげで援護すまない。苦しかった。あんたたちの思い通りにはさせない。師匠、ペインです。女のペインに遭遇しました。女だと。分かった。ダメ、うちはするなよ。ジライア様を倒した相手、さすがに強い。キュービの神通力はどこだ。知えるわけないでしょう。何と、こんな目に合わされて黙ってなんていられない。飛べ。
い通りにはさせない。口寄せが消えて奥へ止めて、はい。ただで帰れると思うんじゃないわよ。みんな救ってみせる。ここでいい。わかりました。五代目様。おい、さくら、あいつ。わかりました。出てこい、わかって。私たち勝負しろ。の思い通りにはさせない。これが医療忍術の真髄よ。大したやつだ。私が見込んだだけはある。暁の衣、こいつが天使。私は神。来る。キュービの人中力はどこ。この葉は仲間を売らない。絶対に。そう、では無理やり聞き出すしかない。必ず倒してみせる。この葉はもう終わる。神の痛みと変わった術を使う。やりにくい相手だわ。己の無力を知りなさい。負けるもんか。総合数編の敵を全て解決する。出てこい、若月。私と勝負しろ。止め。負けられない。この程度でこの方がやられるもんか。やんなら。出てこい、暁。私と勝負しろ。止め。負けられない。この程度子供がやられるもんか。とこんな目に合わされて黙ってなんていられない。大したやつだ。私が見込んだだけはある。任務達成。